能面、増音な江戸時代、東京国立博物館像、重要文化財。能面は、脳で用いられる仮面である。能面は、脳を演ずる際にして肩がつける面である。式三番で用いられる面は、競技の能面には含まれないが、能面に含めて呼ぶこともある。本校では、応面についても述べる。鎌倉時代には、沖縄猿学で、応面が用いられていたようであり。 これが、農面の源流と考えられる。南北朝時代、猿学、田楽の発展に伴い、農面の創作が始まったとされ、室町時代初期のゼ阿弥の時代、猿学が大成するのと、同時期に、日本各地で優れた面打ちが排出し、鬼面、女面をはじめとして徐々に、面の種類が増えていった。室町時代後期から安土桃山時代にかけて、面の種類が出揃い、 曲目と面との対応関係も確立し、能面は完成期を迎えた。江戸時代には、明治時代には、能楽界が推微し、世襲面打ちへも耐えた。多くの能面が日本国外に美術品として流出した。能面を制作することを打つという、材質は、日の木が一般的であり、木取りをした後、最初は荒く、徐々に細かく掘り進め。 目鼻口の穴を開けると、面裏の漆塗りをするのが一般的である。彩色に移ると、五分や二皮を用いて、下地、上地を塗り、古色は施し、毛書きなどの工程を経て完成する。農学士は農面を面と言い、面を着。面は、鬼神や亡霊など超人間的な役、老人と女性の役などに用いられ、現実の壮年の男性の役は、 面をかけず、素顔で演ずるのが原則である。同じ曲目、役柄でも、流儀によって、面の選択の好みがあり、また、面の、いや、役柄に対する解釈や思考によって、どのような面を使うかが変わってくる。能楽師は、面を極めて低調に取り扱う。してやつれは、楽屋で装束をつけた後、揚げ幕の奥にある鏡の間で面に向き合い、両手で押しいただく。 そして、後見らが紐を張って、面をかける。舞台で、面に生きた表情を与えることは、技量が求められ、特に女の面は微妙な、中間表情を持っているとされ、わずかに面を下に向けるラス、上に向けるラスなどといった扱い方によって、観客から見た効果が変わってくる。現在知られる、面の名称は役、役柄によって大まかに分類すると、人間の面は、 老体面、女体面、軟体面と分けることができ、その中にも穏やかな表情のものと、非日常的な凄まじさを持った表情のものとがある。また、鬼や天狗などの衣類の面もあり、これも老体、女体、軟体の衣類に分けることができる。主な面種の例については、一覧表を参照の例。疑学面、春道と暮女。いずれも、放流事件の法を持つ。 アスカ時代の水古天皇20年、九ダラの見増しが、クレから義学を伝えたとされている。これは仮面である義学面を用い、寺院に向かって行列を組むもので道中で寸劇を演じることもあった。義学面は後頭部まで覆う大型面で、花が高いのが特徴である。義学面のクレ女は、能面の女性面に影響を与えているとされる。部学面、高則と、 最層牢。最層牢は、王面の原型とされる。儀学に続いて、宮中儀式芸能として武学が、大陸から伝来した。武学面は、儀学面のように、後頭部まで覆うものではなく、小さめである。口のところを上下に切り、口の左右を紐で結ぶ、切り顎、下顎を紐で吊る、吊り顎形式のものなどがある。このうち、切り顎のものは、 オメンとも関係があるとされる。能楽の源流は大猿楽にあるとされ、沖縄猿楽が演じられたことを示す最古の記録は、13世紀末の奈良カス大社の祭礼記録にある。1283年の春日和神や臨時祭記には次の記事があり、猿楽方の書役の中で沖縄の役のみがオメンと呼ばれている。 猿学寺虎松戸の王面のべ覚望三番猿学。ベルリン国立民族博物館小像の王面には、面裏の漆の下に、公安元年の牧署名があり、王面の造形が、鎌倉中期には確立していたことがわかる。なお、後世の言い伝えでは、王面の最古の作家として、聖徳大子、大見光、孔坊大師、春日の四人を、関作と呼んでいるが、孔頭無形の説である。 ゼアミの言葉を記した、生死六十以後猿楽談議には、面のこと、王は日光打ち、弥勒、打ち手なり、とあり、王面の優れた打ち手として、日光と弥勒の二人が挙げられている。四面のうち、延命じ蛇を除く三面は、顎が口の横から切り離されて、紐で繋がれた、切り顎という構造をとっており、他の能面にはない特徴である。切り顎は、 声がこもらずに聞こえやすくするための構造とも考えられる。南北朝時代以降、猿学、田学が発展していったが、古来の技学面、武学面、心臓、仏像等の影響を受けながら、能面の創作が始まったとされる。1349年の市場わらでの橋勘人田学工業では、猿や鬼の面が使用され、同じ年の春日若宮林自祭で、 ネギが演じた、伝学能では、竜人や竜王の役が目をつけたことが確認できる。13世紀から14世紀にかけての初期の能面は、大衆芸能に用いられていたことを反映して、変化に富み、写実的であり、素やな表情をしている。少女の能面も、口元や目にはっきりした笑いの表情が見られる、ものであった。能面の初期の彫刻技術は、 当時広く演じられていた武学の面から取り入れられた可能性があるが、能面は気学面や武学面とは異なり、大陸からの原型の忠実な複製ではなく、はっきりと日本人の顔立ちを表していることが特徴的である。室町時代初期の世阿弥の時代には、猿学が大きく発展し、それと同時期に日本各地で優れた面打ちが輩出した。大見国では世阿弥が、 奇面の紙手と評した赤鶴、同じく女面の紙手と評した愛知が現れ、越前国では石、王兵衛、竜衛門、野車、文造、甲子、特弱といった面打ちが続き、これらは猿楽談義に言及されている。ただ、世アミ伝書の中に見出すことができる面の呼び名は、王面の他には、奇神系の王べしみ、小べしみ、飛び出、奇面、悪情、上面、笑い女、 女面、男面と、十種に満たず、後世のような文化は、まだ起こっていなかったと考えられる。世阿弥の記述によれば、部会の、前しての老人は直面であったといい、男面が出揃った時期は遅かったようである。安土桃山時代の下妻中公が表した草村伝承は、面打ち上作の文として、伝説上の人物から南北朝。 室町時代にかけて活躍したい大な名打ちを挙げて、十作と呼んでいる。大野面日光魅力、赤、鶴木、落ち、竜右衛門女男女,女,女王、野舎、文蔵女。誰を六作とするかは伝書によって異なるが、蔵網、畜蔵、福来、宝来、春若、石、王兵衛などがこれに当たるとされる。室町時代後期から安土桃山時代にかけては、 面の創作が続けられるとともに、様式が完成してきて、種類もほぼ出揃った。曲目と面との対応関係も確立してきて、下妻中公が表した脳の片付き、銅馬衣装には、開始の、舞してには、不可避、尺味、後してには、泥ンまたは、像、関瀬には、橋姫の面というように、曲ごとの使用面が書かれている。室町時代の面は、 本面と呼ばれ、江戸時代以降の能面の理想、基範とされた。豊臣秀吉は、伝説の名人流衛門の三面の、小表に、雪、ガツ、花と名付けたと伝えられる。そのうち、月の小表は、江戸城で火災にあって消失したが、雪の小表は、金剛創家、花の小表は、三井記念美術館に伝えられている。 この時代に活躍した面内には伝説上の人物も含め、竜へ模作と伝えられる雪の甲表を江戸時代初期に写したもの、遺跡や四代の河内や重作を示す河内印がある。雪の甲表と同じくすの木を用い、面裏の様子も全て写している。立花民工、災画職人部類、下、制作中の面出しの姿が描かれている。 江戸時代には、脳は幕府の指揮学として保護され、諸大名も競って、古面や名品を収集したり、本面を面打ちに移させたりした。新たな創作はあまり行われなくなり、模索中心となった。本面の移し方は徹底しており、彩色の刷け目や、のみやと、面についた傷、彩色の剥落まで移しているものもある。1532年に亡くなったと伝えられる。 三工房、光つ広の流れを組む越前デメや、大見遺跡や、大のデメ家の三家が、桃山時代に成立し、これらが、江戸時代まで続く世襲面宇治家となった。後に、越前デメ家から、小玉家と弟子、デメ家が派生した。江戸時代後期に、北琉球世伊家、北七田友子の王が表した、仮面符では、古来からの作品から新しいものまでを格付けして、 10作、6作、古作、中作、中作以降という紆用に整理している。明治維新後、幕府や藩の庇護を失った農学界は推理し、世襲面打ちへもたえた。他方で日本国外では美術品として珍重された。しかし、木材は大気を吸出するため、温、湿度の差により、彩色の剥落が起こりやすい。現代に制作された面は、 新面と呼ばれ価値が低いされてきたが、近年では正当に評価され、舞台に使用しようされるようになった。その背景には、古作の面をたびたび舞台で使用することが保護や保存の観点から控えられるようになったという事情もある。創作面はほとんど使用されることがないが、新作能が上演される場合に制作、使用されることがあり、一例として、 1943年の新作のゼアミには、面出し、北沢幸久も製作のゼアミの面が用いられた。能面の製作工程彩式前の能面能面は、ヒノキでできているものが一般的であり、霧でできているものもある。ヒノキは、木目が比較的揃っていて掘りやすく、寿命も長いからだと考えられる。基礎ヒノキ山で切り出され川で流されている間に、 屋根が抜けたものが最良であると言われるが、現在では入手が困難である。能面を製作することを打つという。現在の能面の製作は、古面の模索面を作ることが主流である。打ちを製作する場合、まず本面を傷つけないよう慎重に型紙を作った、上、大まかには次のような工程を経るとされる。一人荒彫り中掘り生地の仕上げ面裏の、 関瀬流二十四世宗家、関瀬左近のあたけ。現在脳であり、してをはじめとする全員が直面である。脳学士は脳面を面と言い習わし、面を着用することを、面をかける、つけると言い、かぶるとは言わない。脳では、神仏、天神、仙人、草木の生、鬼神、亡霊。超人間的な存在が仮に人間と、また、 老人と女性の役にも面が用いられる。一方、現実の壮年の男性の役には、原則として面を用いず、演者が素顔で演じるが、これを直面という。ただし、壮年の男性であっても、自然孤児、花月、年広、過激よ、弱防子などのしてには、面を用いることとなっている。湧き方は、必ず生きた男性の役を演じるため、面をかけることはない。 直面の場合は顔の表情を作ることは禁じられている。小型は面をかけない。室町時代から大きさがほぼ決まっている脳面は子供には大きすぎることから思春期を迎え体が脳面に合うようになる頃初めて脳面をかける。これを発面という。なお、狂言は基本的に素顔で演じられるが特殊な役柄では狂言面を用いる。脳。 隅田川。流儀により、尺味、または、不快を用いる。同じ曲目、役柄であっても、流儀によって、面の使用に対する好みがある。若い女性面では、コンパル流と北流は、小表を、最も尊重するのに対し、宝生流は、石儀造王、関税流は、若女、金合流は、孫次郎を、流儀の代表面と、また、 同じ高面手でも、コンパル流は無垢な表情のものを好むが、混合流はわずかに官能的な表情のもの、関税流は肉感的な表情のものを好むといった違いも、じ受る。同じ範疇の面であっても、異の差があり、演者の経験や技量によって、くらいの高い面をつける資格を有するかが決せられる。役柄に対する解釈や思考によっても、 どのようなくらいの面を用いるかが変わる。同じ関税流の熊野や小風でも面には若女、深い、小表といった選択肢があるが若女や小表をつける場合、小族は紅を中心とした華やかな紅入りのものになるのに対し、深いをつける場合には小族は地味な色調の紅無となるなど面の選択が小族だけでなく、 演出や表現の選択にもつながるため、重要な要素となる。なお、上述の若い女性面のように、いくつかの面種の間で、一定の互換性があり、その範囲内で面を選択する場合がある一方、天狗物の脳は、大部趣味がなければ上演できないとか、大口を吐くは機能の老人には、症状が必要であり、アリ状で代替することはできない、といった決まり事もある。 照射などの演出によっても面の選択が変わってくる。野口金本の迂回、前して脳舞台。左方の端がかりの奥が上げ幕であり、その奥に鏡の間がある。脳学士は面を極めて丁調に取り扱う。脳面を脳の道具と見る人がある。中力だが、私ども脳学士は脳面を道具とは思っていない。脳面を顔につけるときにも、 両手でいただくのが作法であるし、能面の入っている麺箱は、直接、畳に置くようなことはしないで、机や棚に乗せるなど、その取り扱いには、最新の注意を払っている。他の能道具や農装束とは、大変な違いなのである。コンパルの豚か、能面と生きる能面の本質の学士は、楽屋で装束をつけると、揚げ幕の奥にある鏡の間という空間で麺を、かける。してのみが、 将棋について、面をかけることが許され、つれは鏡の前にひざまずいて、面をかける。面の選択も、つれは角を押さえた、控えめなものを選ぶ。脳面の領事部分にある、紐穴には、飾り紐が通され、その紐の色も面によって決まっている。脳学士は、紐穴部分のみを指で触れて、面に向き合い、両手で押しいただき、後見ほか数人が、 角度や位置を厳しく点検しながら紐を均等に貼って面をかける。流儀により面と顔の間には柔らかい紙に巻かれた詰め物の綿が当てられしっかり固定される。しては楽屋で装束をつけた後鏡の間には開演30分前には入る。そして大きな鏡に向かってかずら桶に腰掛ける。鏡に密着して白木の発足台があり、 能面がその上に飾られてある。頃を測って、してはその能面を光景から受け取り、両手でうやうやしくいただいた後、能面の両目をじっと見る。これを海岸の心という。祈るような気持ちである。そして、してが能面を顔につけると、光景が後ろに回って、面の紐を結ぶ。開園の5分前には、脇、狂言。 林方の諸役も鏡の間に入って待機する。コンパルの豚か、能面と生きる鏡の間の秘密なお、以上は通常の能の曲の場合であり、沖縄の場合は役者が舞台上で面をかけるという特有の作法がある。すなわち、面箱持ちが王面を舞台に運び、千歳の舞の後、王大,大部は舞台上で白色状の面をかけて舞う。その後、三番層が、 最初は直面で舞い、続いて黒色状の面をかけて舞う。五十五世、梅若六郎の、足立ヶ原白刀、長糸のつて、前して能楽師にとって面に生きた表情を与えることは最大の難関である。不意に頭を上げ下げしたり、ぎくしゃくしたりする動きはミニキーとされる。特に女面は微妙な、中間表情を持っているとされ、わずかに面を下に向けるらす。 上に向けるラスなどといった扱い方によって、観客から見た効果が変わってくるため、技量が求められる。この、中間表情という見方は、野上と余一郎が、能面工作の最大特色なる最もとも、日本的な創意として提唱したものである。激しい表情を持った鬼や、天狗の面は、短い登場時間中に用いられるだけなのに対し、女面は、舞台上で長時間つけられ、 一つの面で様々な心の動きを表現しなければならないためにこのような工夫が凝らされていると言われる。エンジャンの立場からは美術工芸品として美しい面と舞台で生きる面では微妙に違い近くで見ると素晴らしい面でも観客席まで力が届かない場合もあると指摘されている。面をかけると視界が遮られ呼吸も不自由になるためエンジャンには 体と精神の厳しい修行が求められる。面の両目の感覚は人の目よりも狭く、右か左かの効き目に合わせて、片目で見ることとなる。特に醜にいのは女面。中でも目鼻口が中央に寄っている子表であると言われる。自分が舞台の上のどこにいるかを知るにも、目と鼻孔の小さな穴を通したわずかな視界から覗き見るほかなく、舞台の四方の柱や、 生やし方の位置を見て、方向や歩数を測る。扇を開くような簡単な方でさえ、目で見ながら行うことはできず、長い袖の下から手探りで行わなければならない。弱防止のような盲目の役柄に使う、面の目は、通常の小さな穴ではなく、下向きの切れ目であるため、むしろ演者にとっては、視界が広くなる。脳ですり足をするようになったのも、もともと視界が限られ、 体重のバランスを保つことが難しいという事情によると考えられる。脳面には完成された類型が約60種類あるとされ、約60種類を揃えれば約240曲の原稿曲のほとんどを上演することができると言われる。ただ、細かく挙げると現在知られる面の名称は約300、面種は約250に及ぶとされる。その中には同盟種、 または、異名同種の面がある。また、一般に、異名異種とされる面であっても、不快と、尺味のように、顔立ちの点からは、区別をすることができず、毛病が流れ出す位置によって区別しているに過ぎないという、場合もあり、面種の区別を立てる基準は、必ずしも明確ではない。脳面の分類には、様々なものがあり、以下は、用いられる役柄と形態上の特徴による、 分類の一例である。なお、人間でも、異類でもない神や、物の性などには、特別の類型の面がなく、人相面、または異相面のいずれかを用いる。ありがとうございます。